で、皆さんご存知の通り、霞ヶ浦、つくば霞ヶ浦りんりんロードはですね、今回全国でたった3つしかないナショナルサイクルルートに選ばれました。イエーイ。これを機にですね、ぜひ皆さんにこの霞ヶ浦やつくばを回るそのサイクルルートの魅力を知っていただいて、ついでに茨城のたくさんの美味しいものを味わって、茨城の魅力の虜になっていただきたいというのが私の願いです。我々土浦青年会議所としましては、本日、自転車にですね、これから、どんどん興味を持っていただきたいという層をですね、ぜひ、せっかくですから、この土浦に住んでいる方々を中心にですね、様々な、角度から自転車のイベントを開催させていただこうということで、あちらの方でブースを設けさせていただきまして、子どもから、お年寄りまでですね、楽しめる、イベントを、今回はご用意させていただきました。我々としてもですね、自転車の聖地を目指して、我々民間団体としてできることを一生懸命、県と市と、手を携えてですね、これからもやっていきたいと思いますので、ぜひ、自転車好きの皆様にはですね、これからも、土浦市茨城県をですね、ご贔屓いただいて、知事からもあった通りですね、SNS 等でどんどんアップしていただければ、とても嬉しく思いますので、今日一日、この茨城県土浦市を楽しんでいってくれればというふうに思います。それでは今日一日どうぞよろしくお願いします。私には夢、そして目標があります。それはこういったサイクリングイベントで女性の数が半分またはそれ以上になるということを目標にしています。人口の半分は女性です。それなのにサイクルイベント、いろんなところ行ってますけれども、男性ばかりで、今後も国際的、いわゆるですね、サイクルツーリズム、それからサイクリングイベントの成功の鍵は女性にあると思ってますので、皆さん応援どうぞよろしくお願いします。私もですね、ドイツに住みながら日本のこういったサイクリングイベントいろいろ参加させていただいてまして、今年も各地いろいろなところで走ってきたので、もしかしたらお見かけしたことがある方もいるかもしれないんですけど、トライアスロンとかこういったサイクルイベントの後でですね、皆さんと一緒に走った後で歌うっていうちょっと変わった活動をしてます。皆さんのですね、素敵な写真を私もたくさん撮って、ドイツの人に土浦と、このリンリンロードを宣伝したいと思いますので、いろいろと泊まったところで見かけたりしたら声をかけてください。今日一日安全に行きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。今日つくば霞ヶ浦リンリンロード、国を代表するサイクリングロードなんですけれども、本当に私その3つ走ったことあるんですけれども、走りやすさは一番です。ただ、いや本当にすごい橋、路面もいいし、道案内も素晴らしくって、本当にいいところなんです。ただ脇にそれるともっといいお店があると思うんですね。あるんですよ、実際に。なので今日は実際コース、決まったコースを走ると思うんですけども、もう一回プライベートで訪れていただいて、ちょっと立ち寄っていただいて、あ、茨城ってもっとこんなに素晴らしいんだっていうことを知っていただきたいと思います。なのでぜひ今日一日楽しんで、それでさらにもっともっともう一回来てみようかなって、茨城をもう一回訪れて茨城ファンになっていただければと思います。今日はよろしくお願いいたします。Keep doing what we want to us.
やりたいことをやり続けろという意味の英文です。この2つの言葉に光り輝く未来へまっすぐ進んでいけという思いを込めました。はい、ありがとうございました。みんなありがとうね。2番目の方1分ジャストです。3番目の方は残念ながらを回してヘルメット、はい、着ヘルメットが回してそうなんか少しなった感じちょっと難しいから。よーいスタート。今日天気に恵まれましたね。なんか明日は雨らしい。だから皆さんのね日頃の行いが素晴らしいからこんないい天気だったと思うんですけれども、霞ヶ浦結構あれですよね、夕方になると風強くなるけど今日ちょうど良かったですね。そうですよね、はい。朝とかも結構風強い時もありますからね。朝から強い時あるんですね。そうなんですよ。何なんでしょう、まあ、こう自転車との出会いっていうのをこうまずはお伺いしたいんですけど、実はですね、まあ、ダイエットが目的でして、はい、やっぱ食事、まあ、仕事からちょっと食事制限をしなきゃいけない、はいはい、特に若い時とかはすごくやっぱ痩せてればやっぱりいいなっていうので、食事制限をすると一瞬は痩せるんですけど、まあ、どうしても食べたいっていう欲がこうずっと募ってそのリバウンドを繰り返してたんですね。でもそういう時に ある時イケメンのヘアメイクさんが現場で来て久しぶりって言うんですよ。え、誰この人と思ったら数年前にはだいぶぽっちゃりだった方がスリムになったんですね。え、どうやって痩せたんですかって聞いたら、移動を全部自転車にしたらもう自然と痩せて食事制限もしてないっていうのを聞いて、あ、これは乗るしかないと思ってもうすぐに自転車を買いに行きます。それがきっかけですね。それがきっかけで、それからその自転車の魅力にそうですね、どんどん推進していきたいので、ダイエットも含めてそうですね、はい、自転車すぐ始めたいなと思いますので、はい、これからもどんどん押していきたいので、日向さんにもねどんどんご協力いただいて、はいはい、発信していただければと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。いえいえ、とんでもございません。あ、俺じゃなかった。お疲れ様でした。発信していただいて魅力をね伝えて、2回目また3回目4回目何回も来たくなる。そう、私自身が本当に何回来ても茨城県楽しいんですね。でもそれがもっと私の発信も足りないと思うんですけど、走って皆さんに感じていただければな。そしたらもう本当に魅力度ランキングもう最下位っていうのはある意味ネタになってるぐらいあれですけども、自転車乗ってる人にとっては本当に1位2位になれる、もう上位ランクインできるところだと思ってるんですよ。なのでぜひいろんな方次は寄り道をして楽しんでいただければと思います。すいません長くなっちゃって、茨城になると本当ねもうしつこいですよ。茨城県大好きなんですね。そうなんです。ありがとうございます。はい、All the girls in town follow you all around. My man, we ought to be lost青年会議所のテーマとして、共同というものを掲げている中で、今回はですね11月、茨城県と、そして土浦市にご協力いただきまして、
県で行っているロングライドというものと、我々土浦青年会議所で行っているフェスティバル、自転車フェスティバルというものを同時に開催をさせていただきました。でこの背景にはですね、土浦市が今自転車を推した街づくりということで非常に活気づいているところがあるというのが一番のきっかけです。で来年3月にはですね、ベブ5という土浦駅にですね、星野リゾートさんが手掛けるホテルという施設がオープンします。そういった波もございますので、ぜひとも我々民間団体としてもですね、この波に乗ってこの土浦市近隣地域も含めたですね、このエリアをぜひ盛り上げていきたいということで今回も開催をさせていただきました。そして我々としては現在もトライアスロンフェスタ等々ですね、いろいろな取り組みをさせていただいておりますので、来年も9月にトライアスロンフェスタ第3回目となります。こちらを開催させていただく予定となっておりますので、これからもですね、自転車の街土浦ということで、ぜひともずっとですね、これを押していって、交流人口、引いては定住人口の増加につなげていければというふうに思っておりますので、ぜひともこの、これからの街づくり、期待していただければというふうに思います。今日は本当にありがとうございました。はい、ということで今日の自転車イベントなんですけど、本当にたくさんの方に来ていただいて、子どもたちのこういった、ね、自転車 の教室ですとか、あとは、ね、謎解きサイトさんとかね、土浦山荘とか、ロングライドとか、いろんなイベントの方をさせていただきました。振り返って見てみると、私ずっとこう街づくり の、こういった事業にたくさん関わらせていただいて、まず一番最初にこう経験させていただいたっていうのが、2015年の時のフライアゲインスチュー2015、この飛行機のイベントっていうのをですね、実行委員長として担当させていただきました。当時飛行機のイベントが私すごく大嫌いで、なんで俺がこんな飛行機のイベントの委員長なんてやらなくちゃいけないんだろうななんていうふうに思っていたんですけど、青年会議所の場合っていうのは本当にもうその委員会に配属されたらもう1年間はその担いを全うしなくちゃいけない、そういうふうな中で2015年飛行機の担当しましたけど、嫌でそれまで飛行機のイベントって本当にカレーフェスティバルと同時開催でやってたんですよね。でそれを自分の時に初めて単独開催で、水郷公園でやったわけですけど、単独開催しようかなと思ったきっかけっていうのも、飛行機のイベントで人なんて集まんないだろっていうふうなのをみんなに言いたかったんですよ。たかが飛行機で何千人とかの人が土浦に集まんない、で単独開催やってほら見ろと、ね、飛行機で人なんて集まんないし街づくりなんかできないからね、だから今までやってたこの飛行機のイベントっていうのは無駄だったんだよっていうようなところに俺は持ってきたかったんですけど、その年一生懸命ねやっていく中で本当にすごいたくさんの市民の人に応援していただいたっていうのがあって、そこで少しずつ自分の気持ちが変わってたわけですよ。こんなにも応援してもらって毎年毎年飛行機楽しみにしてるんだよって、今年もやるんだ頑張ってねって言われたのがなんか自分をこう変えるきっかけで、それから自分のギアを変えて一生懸命2015年の年っていうのは飛行機一色で頑張ってきました。青年会議所って本当に毎年毎年その手法だったり考え方とかやり方が変わりますから、飛行機の事業じゃなくてね、今年はそういう自転車のイベント、自転車の街づくりに特化した、ね、そういった手法で今年はこのイベントを今日やったわけでございますけど、やっぱり JC って本当に街づくりがこれ醍醐味だと思います。これだけたくさんの人に来ていただいて自分が1年間頑張ったっていう結果が今日この日に現れるわけですから、最後にまとめになりますけど、本当にこの街づくりの事業に自分自身も何回か携
触らせていただいて本当に良かったなって思ってます。たくさんの人に応援してもらって、たくさんの人に支えられて、やりがいのある一番いい委員会だと思ってますからね。一生懸命頑張って頑張って JC に残された期間思いっきりやってやってください。以上、今ねもう12月で卒業ですから、卒業生としてのご挨拶に変えさせていただきます。本日もありがとうございました。